そうそうそう。何読んでんの？いや、コレクモン？夏コレクモンよく買ってたけど、人生のコレクモン？じゃあ積んでから見ないでいいよ。お前ダル、ダルお前ってか、何お前。長さんこの授業一緒でしたっけ？あ、一緒。頑張ろうな、頑張ろうな、先輩が頑張ろうなっつったら？頑張ろうな。頑張ろうなって言えよ、お前。なんだもん、お前。ノリ悪いんだよな。いつもの友達こうやって頑張ろうなって言ったら、お前も頑張ろうなってやんだよ。あんまこっち見んな、君ら。あんまこっち見んな。すいません。気持ち悪い。いつもの友達とか一緒じゃないですか。あ、一緒やね。あいつらいねえな、今日。そっか。だから今日、お前が俺の友達だよ。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。友達。あ、でも気持ちこもってねえわ。気持ちこもってねえ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、キモ、お前、マジで。はい、じゃあ、講義始めますよ。はい、講義始めますよ。まあ、前回どこまで行ったんだっけな、前回神の見えざる手ですか、はい、神の見えざる手、そこまで行ったんで、そこの、教科書開いてもらって、じゃあレジュメを配りますんでね、はい、そのチップ映像を見てもらって、はい、レジュメをちょっとね、はい、配りますんで、はい、来てないでしょ、来てないでしょ、来てないでしょ、はい、回りましたかね、ちょっとやめ、何やってんですかって、脇臭い、はい、回りましたね、来てないのと、来てないのと脇臭いですって言ってんの、君たち、その帽子と、あの、ボーダーの君たち、遊びたいんだったら、外でやってもらえるかな。もう今、講義始めるところだからさ。はい。聞く気がないんだったら、もう別に外で遊んでもらって構わないから。来ます。はい。うん。来ます。聞くのね。もう、講義始まってるからね。ちゃんと切り替えてくださいね。はい。はい、じゃあ、始めますよ。切れすぎじゃね？やめましょう。どんどん切れてんの？ちょっとやめましょう。もう言う、切れすぎって。めっちゃ切れたよ、あいつ。もう怒られたんで恥ずかしい。え、なんであんた切れてんの？え、絶対昨日嫌なことだった。ちょ、自分計算手挙げてさ、嫌なことありましたってして。いや、嫌なことありました。でも、マジ、そういうことだぞ。お前、ノリ悪いってなるから。ちょ、君、さっき注意したばっかだよね。もう講義始まってるから。そんなにおしゃべりしたいの？だったら外で出てもらえる。どっちなの？よし。何？外でおしゃべりしたいのどっちなの？はい。やります。行きます。ほんと構わないから。おしゃべりしたいんだから外で出てもらって。やります。もう講義始まってますからね。ね、君。さっきも注意したからね。ね。はい。構わないから、別に。遊びたいんだったら遊んでくれて構わないし。ただ私の講義の中でやることは許しません。いいですか？はい、じゃあ、いきますよ、続きからね。絶対昨日嫌なことあったろ。わかりましたか。じゃないかさ、あんな言い方しなくね。いや、なんか、ま、周りにさ、謝ってたんですから。水つけるからのようにさ、なんだあいつ、マジで。わかりました。なんか強がるのやめましょう。え、ね、実は、さどういうこと？いや、もう、そうそう。いや、何強がる？どういうこと？何だよ。いや、具体的に何だよ。まあ、でも、どう強がる？俺、いつ強がった？まあ、でも、謝何に関して強がった？俺。いや、もうすいません。まあまあ、いや、それまず解決しろ。解決しねえから、この話。すいません。何で強かったか言えよ。まあまあ、すいません。ちょっとそう見えた、ね。は？いや、本当に怒られちゃう。意味わかんない。またマジで。すいません。もう後で覚えとけよ。すいません。意味わかんない。本当にもうそのままね。気分でやめましょう。やめましょう。なんだお前。もう本当、親じゃんで。強がるのやめましょう。いや、なんで強がるってお前、なんだマジで。何マジで。強がってねえじゃん。全然強がってねえから。いや、もう本当怒られて、本当に大丈夫。なんだあいつマジで。いいんだろう。キモくね普通に。やめましょう。うわあいつキモ。やっぱ後ろ姿で飾ってるわ。物語ってるわ。なんか昨日いいことなかったですよって感じが。やめましょう。もう行きましょう。行きましょう。マジでうぜえ。マジでうぜえわ。もう行っちゃおうかなあいつマジで。まあ、行っちゃおうかな俺。もう後で謝りましょうね。いや謝るってこと。な謝るねマジで。ちゃんと俺があいつにさ謝らなきゃいけねえの。いやもう本当怖かったじゃないですか。は？お前何言ってんの？俺があいつに怖がったって言ってる。お前マジ恋なんなんだよお前マジで。俺がいつあいつに怖がったんだよな。怖がってねえだろ。何なんだお前マジで。君ちょっと立ちなさい。分かるよ自分で、ね、立ちなさい。立ちなさい。早くしなさい。
あの防弾金を。何ですか、受ける気ないんですか、騒ぎたいんですか。何回も聞きましたよね。すいません。ねえ、君たちだけじゃないんですよ、この講義出てるの。周りたくさんいる。ねえ、わかります。その人たちの学習したいという意欲をあなたたちが奪ってるんですよ。ねえ、あなたたち喋りたいかもしれない。だったらもう外でもらって構わない。もうこの講義は出なくていい。ね、私が受けてくださいって頼んでるわけじゃないんだから。ねえ、ねえ、君防弾金をちゃんと注意しなさいよ。お友達でしょ。ねえ、もうこの講義の単位なんてね、別にね、単位なんてね、いくらでもあるんだからね、その欲しくないんだったら別にもう構わないから。ねえ、もう単位のためだけに出てる学生さんがいらっしゃるのもね、わかるんですけども、まあこの講義の単位がいらないっていうんであれば本当に出てってください。はい、どうするんですか、早くしてください。これ以上皆さんの時間を奪わないでください。すいませんでした。すいませんでした。何がですか。うるさくしちゃってすいませんでした。で、どうするんですか。出るか受けるかどっちなんですか。静かに受けます。出ます。受けるんですね。はい、本当に次はありませんよ、ね、はい、わかります。もうこんな大学生になって立たされて恥ずかしいことですよね。もう受けるんだったらもう分かりません、ね、それ相応の態度を取ってくださいね。はい、分かりますね。はい、もう本当におしゃべりしたいとかあったらもう外へ出てください。すいませんでした。さっきはね、あんなに大きい声しゃべってたのにね。はい、じゃあもういいです。はい、でそれ相応の態度を取ってくださいね。座りなさい。失礼しました。じゃあ再開しますよ。いやマジキモすぎじゃなかった、マジで。あいつなんなん、あいつマジでキモくね。めっちゃキレてたんだけど、なあいつ絶対いいことなかったよな昨日な、うん、絶対それで俺らが八つ当たりして、うん、マジであれはマジキモかったわ。めっちゃキモくなかった。講義もなんか下手だしさ、なんか全然周りも聞いてなかったろ。キモマジであいつ、まあ、何あいつマジで、まあ、お前ぶち切れていいのに、マジで俺切れる権利あっかんね。マジ余裕で切れる権利あっから。ちょっと、君たちね、今日さっきすいませんでした。周りの生徒もいるからね、君たちだけじゃないからね。すいませんでした。もう次そのおしゃべりとかするんだったらもう出てってもらうからね。すいません。気をつけてね。お前もやる気はよって気はよって言うよ、マジで。めっちゃ、何あいつ説教じみたこと言ってさ、マジだるくね、あいつ。キモ、後ろ姿キメえわ。見てみよ、後ろ姿めっちゃキメえから。うわ、あいつ。何や、あれ、あのスーツ。ヨボヨボじゃん。ヨボヨボじゃん。あれ、かけろって、アイロンかけろって言って。アイロンかけろって言って。アイロンかけろって言えよ、マジで、お前。決めんだからあいつマジで。あ、いや、すいません、すいません、もう時間なんで、すいません、僕はね、今日どこ次の講義なんで。どこ行くんだよ、マジ。おい、おい。
マジキモかった。俺定義ぶち切るっけんな。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイントを4000払いチャンネル登録をさせる。1345678911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 1